では早速参りたいと思います。波動ファイト。さあまずはオケケオのステータスからご紹介していきます。一番真ん中ですね、真ん中ユーキャン選手が5311、そして両サイドハムカー選手、ケイラビット選手が1135という2壁です。対するミスター一番奥側、ただいま点数取りましたチョコ選手4321、そして真ん中ハヤト選手3151、手前ズーマー選手5221といったステータスとなっております。さあユーキャン選手ワントップということで、向こうにはシールドがないが、シールドを壊す十分なチャージは持っている。割れ際気をつけたい。さあ見事に避けていく。残り時間は30秒切ろうとしている。さあ未だ点数動かず0対1です。さあユーキャン選手1点を取った。1対1並んでいきます。あと割れ際を気をつけていきたい。さあハヤト選手が点数を取っていく。ここでミスターが1点のリード。最後の1壁前に張っていくハムカー選手が避ける。1点取れるか。落ち着いて狙っていきたい。さあこの1壁は大きいが、取って取られて試合終了。2対3ミスターの勝利です。ああ